どうもエル歌舞伎のエル歌です。はい、どうもデロニアン氏です。ということで今ちょっとね緊急で音声を、撮っています。っていうのが何かありました。僕たちも結構扱ってきた問題なのでこれちょっとスルーできないなっていうのが、ガーシーさんが急遽帰国ということで、はい、今、6月4日日曜日の、15時46分収録なので、はい、現時点で分かっていることだけをお話しますが、ここでそんな情報いらないでしょ。帰国で、いやこれそこニュースの代わりに聞いてる人もいるっていうのはよく聞いてますんで、はい、で現状ねよく分かってないので、まあ、これ以上言及は避けますが、はい、とりあえず帰国を、ニュースになってるという、帰国から逮捕へっていうニュースを見ましたよ。なってます。で堀江門さんがですね、立花隆さんと緊急で動画を回すというようなツイートされていたんで、はい、まあちょっと先駆けて少しこちらで音声を取らせていただきたい。じゃあそこのリツイートで、引用リツイートの我々のこれをつけとくっていういやらしいことを協力できる方は皆さんぜひしていただきたいんですけども、はい、まあ、一つね思うのはなぜこのタイミングで帰ることにしたのかっていうのが皆さん疑問だと思うんですけど、はいはい、まあね一つにはまあみんなが思いつく、まあ、ホームシックとかねそういうのもあるかもしれないし、まあ、あんだけお母さん好きってなれば、ね、そりゃねそう、はい、もう一つはねこれ意外とあるかなって思うのが、うん、中田敦彦で全部の問題が吹き飛んだじゃない。ジャニーズ報道ももうないですよ今。ああはいはいはい。で俺もう間違ってたら本当に怒られるかもしれない。消しますこの配信は。はい。俺を忘れるなと外資が。でそんなにそこまでして俺再生回数稼ぐ人には、うん、頭が上がらない、ね。再生回数というかもう見て。もう俺いる何お前らいないことにしてんのっていう感じで、その中田あっちゃんが松本さんに言及するっていうのと同じぐらいなんですよ。ガーシーにとって逮捕されるっていうぐらいのリスクなわけなんですよ。はいはいはい、なるほど ね。だからまあそこだよね。まあ、だしなばもろともとかさ、ガーシーさんの自伝とかもここで取り上げてきたし、はい、ガーシーさんのネタなんかも散々やってきましたから、はい、まあちょっとねこの問題には言及せざるを得ないということに。特に踏み込んでもいないんですよ。まあ現時点分かる、速報を今お届けしてますが、はい、もう一つちょっとね大きい報道がありますね。お笑いコンビトミーズのトミーズマサさんが、はい、松本人志さんに噛みじたオリラジ中田さんにブチギレ、土俵がちゃう。これトーストウェブさんの文字起こしなんですが、シュッシュ聞こえますね。いやいいですよ。トミーズマサさん怒った時シャドーボクシングする松本さんのネタだろそれ。シュッシュ滑らない話のシュッシュしてるでね、はい、これはその僕はせやねんは MBS なので僕関東ならちょっと見れてないんですけど、まあ、なんかねたまにね、うん、大阪行った時になんかホテルで、ね、これかなって思うやつあったんです。大阪で僕らもよくたまにライブ出してもらいますから、はい、その時にホテルで見させてもらう番組だとおそらくせやねんになる、ね、赤井秀勝さんとかね、うん、朝が赤星さんもいるんかいと思いながら、ね、確かにすごいなと思う。大阪はいいなと思う。割とボクシングとね司会の兼用っていうのが、はい、あるんですけど、野球とボクシングが好きなあっちと私は認識してます。でトミーズでなのでこれ番組見ないで喋るのどうなんだ問題あるんだけど、僕ちょっと関東で見れないのこの文字もこぼしを元に喋るのはちょっと許していただきたい。まあそうですね。でただその吉田豪さんもね、その中田敦彦動画に対して言及する著名人に対して、うん、意外とちゃんと元の動画見てない人が多くて驚いたみたいなことをつぶやいてたんで、はい、それは見たらわかるでしょうね、はい、ということなんですけども、はい、これねやらしい男ですね。いやいやいやいいじゃないですかね。オリラジのあっちゃんにブチギレしたと、トミーズのマスさんが、はいはい、でこれね土俵が違うと、マサさんの持論的には。松本さんは日本を背負ってお笑いで戦ってる日本代表の人で、はい、中田ちゃんは世界を相手に500万人の登録者で戦ってる、はい、でこれもう分かりやすく言うと、うん、俺とケンちゃんがもうボクシングで試合するようなもんやろと、あからさまに不機嫌な表情と、分かりやすくマサさんはですね、はい、元日本ランク1位のボクサーだけに相手にならないと言いたげだったということで、日本ランク1位なんだ。そうなんだね、知らなかったね。やばいでしょ本当にそれで、ね、シュッシュやってんの。同期すごいね。だって日本ランク1位のボクサーと日本ランク1位の芸人がいいんだよすげえな、すごいな。おお、ということで、スタジオには一瞬ケンちゃんが、相方さんですね、はい、富水健さん、はい、富水健やかさんじゃないですよ、富水雅さんと富水健やかさんじゃないですよってのを、うん、半年ぐらい大喜利とかでずっとこすってましたね俺たち。みやびさんあれ受けたよな。あれいいですよね、どこ行ってもみんな喜んだよな。とみずみやびじゃねえよからまた軽やかなんですよ、ね、スマックじゃねえんだからお前、華やかなんです。なんだみやびって、はい、みやびさんと健やかさんのコンビじゃない、爽やかコンビだよな、もうな本当に爽やかコンビなんですよねえ、スタジオには一瞬緊張した空気が流れたが、うん、マサさんはすぐさま、同期やね、同期やね、
俺松本って言えるねんとおどけて店共演者の笑いを誘っていたと。うわ、いうことでございます。シュッシュ聞こえますね。いや分かった分かったわそれ分かったわそれ本当にね。えということで、はい、うん、僕らねここ最近、あそうだから昨日の動画でねちょっと一旦配信止めますと言ったんですけども、はい、そのガーシンさんの話とトミーズさんの話とちょっと緊急でやらなきゃいけないところも重なっちゃいました、ね、ありましたので、はい、で、中田敦彦はなぜ松本一郎に噛みついたのかっていう漫才が2日前、3日前に上げたやつが、うん、まあ、伸び続けていまして、あらまあ、で、これにちょっとコメントが来てます、はい、面白さが微塵もないけどっていう、うん、辛辣なコメントが来てるんですけども、なるほどね、もうここですよね、うん、我々の漫才を理解した知性が必要だって言ったら全然中田敦彦の言葉分かってないもんな、分かってないし知性なんですよ。俺ライブで散々言ってきたろ、受けないとき、お前ら頭悪いだろって見事引っかかりますね。最近主催者に聞いたの、うん、最近俺ら順位よく入るんですよっつって、うん、どうしたんすかねと、うん、あれじゃない、客はバカとか言わなくなったでしょとか言うからあれ飽きたんすよねって別にね、はい、舞台上は本当に適当なこと言ってますから、はいはいはい、ここもそうですしね、どこでもそうなんですよね。逆にコメントがあるんですね、逆のコメント、逆のコメント、面白いっていうのがあるんですねえ、それ茂木健一郎さんと、いや知性が、知性の塊の、わかんないですね、それはやっぱり裏側をね作成していた場合には僕も確認ができませんので、あ、なるほど、名前チリチリだったの、ね、いや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 まあでも茂木さんな、一回俺らの単独とかを見に来てほしいなっていうのはあるけどね、昔それつぶやいたらね、結構な業界の大物の関係者が面白そうだから見に来たよって、小木さんぜひ見に来てくださいってつぶやいたら見に来てくれたことがありますね、ありましたというようなことでございます、はいはいはい、なのでまたちょっと今後もね、1回6月24日の単独まで配信止めると言ったものの、はい、何かねちょっと緊急で取らなければいけない事案が発生した際には、いやそんな使命感もねえだろ、使命感ないよ、やらせていただきます。もしかしたら明日、はい、熊田曜子が K1 ラウンドガールを再びやったことに言及する可能性はあるので、これはちょっと、ちょっとそうだね、取るか取らない、取らないって決めた俺もちょっと今躊躇します、ね、これは取らざるを、取らざるを得ない可能性がありますんで、あるな、ぜひチェックしていただきたい。もう一人ぐらいその LINE がね、一人ニュース欲しいなと思いますね。もう一つ、もう一人ぐらいその LINE の、はい、実写版バービーがピンクの塗料を使いすぎて全世界で塗料が品薄状態になっていることを喋る可能性はあります。バービー人形の方ね、バービーの実写版のバービー人形の映画なのかな、これ。あ、これでピンク使いすぎて全世界でピンクの塗料がないんだって今。あら、じゃあ今おぼかたさん真っ白じゃん。いやいや、まあ、いいじゃないそれは。おぼかたさんま真っ白、ピンクを使用したね、はい、瀬戸内寂聴の友達であるということで有名な方ですけれども、はいはいはい、どうでもいいんだけど、何ビニールテープあるじゃん、ビニールテープってあるじゃん、テッカテカの、 テカの、はい、あれがさ、僕格闘技練習するじゃん、うん、あれテーピングの代わりにものすごい安くってものすごいちょっとで使えるのよ、あれ。あ、でダイソーで3個入り110円っていう過激なやつがあるのね。過激な、はい、で今昨日帰ったら、うん、もう全店舗で品切れだって言うと、もう工場が落ちついてないって。なんで？みんなバレたんだよ、ビニールテープ3個で100円って。いや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 、破格じゃない。まあまあまあ、まあ、俺あんま使うことないんで。工務店とか行ってそんなに買えないはずなんだよ。あ、まあそれはね、それは気づいたのかな、みんな気づいたんだろうな。いや、そんな格闘技やってないじゃん。俺もなぜここで一番の声が出たのかっていう、はい、ということなんで、ちょっとこういったね、緊急の情報は明日以降やる可能性ありますんで、ぜひチェックしてください。お願いします。そんなところですね、といったところでまたお聞きになってください。お願いします。